はい、皆さんこんにちは、 MG でございます。本日はですね、ニャンコ大戦争を実況プレイしてみたいと思います。なんかこのゲームですね、500万ダウンロードもされてるすごく人気なゲームらしいので、とりあえずインストールしてみて遊んでみようかなと思って、さっきね、あの1個目のステージがやっと終わったとこです。で、なんかね、大狂乱っていうのがめちゃめちゃ難しいらしいんですけど、取得してみる？取得してみたんだがよく分かってないが、ものすごく面白い。なんかね、すっごい面白いんでやろうかなって感じです。やってみよう。そのね、大狂乱っていうのが難しいらしいから、そこを目指してやっていこう。購入したアイテムを使いたいときは下のアイコンから、はぁはぁはぁ、なるほどなるほど。よく分からないから出陣しよう。よし、頑張ってみよう。ほっ！なるほどなるほど。この近距離で僕と戦えってことね。はぁ、はぁ、なるほど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 。オッケーオッケー。じゃあどうしよっかな。1個目はなんかこの人出した方がいい気がする。だってさ、タンク的な感じを書いてあったから、やっぱね、防御的な要素をね、なんか出して、でお金もね、なんかどんどん上げた方がいいってとりあえず教わったので、それをねやって。ちょー、多くない？敵さん多くない？こっちの後ろからは湧かないの？なるほどなるほど。お、めっちゃいいなこれ。なんかですね、白ドラの会社と同じところが開発してるらしくて、なんか割と僕はすごく楽しめてます。とりあえず大狂乱っていうところが難しいから、そこを目指して今日からのんびりと頑張って。はあ、なるほどなるほど。ビームを打てるのか。これは押された時に打つ方がいいパターンかな。これは打たなくていいのかな。ぜひね、知ってる方いらっしゃったら、教えてください。これ出しとこう。なんか、あー、よかった、出しといて。なるほどなるほど。ちなみに僕ですね、猫が好きすぎるあまりですね、あの行きつけのペットショップがありまして、まあ猫ちゃん飼ってないんですけど、行きつけのペットショップがあります。あの友達の猫ちゃんにあのご飯買ってってあげたりとか、僕があと抱っこするためですね。それぐらいにね、もうね、猫が好きすぎるので、今日はにゃんこ大戦争をやろうかなって思ったが、なんかめっちゃさ、ザシュザシュなってるけど、いいのこれは。これはこれでいいの？これなんか勝っちゃうよ。いいの？勝っちゃうよ、勝っちゃうよ、いいの？勝っちゃうんだけど、いいの？なんか勝ちましたね。なるほどなるほど。で、なんかね、初心者パックっていうのがあるらしいんだけど、ちょっとね、いまいちよく分かってないんだよね。パワーアップってしてみよっか。この人をじゃあパワーアップ、シャコット。はあ、じゃあ君も、いや、これはね、なんかバランスよくパワーアップさせるより、一つをなんか極めてった方がいいのかな、それともバランスよくした方がいいのかな、ちょっとよくわからないが、猫ちゃんをパワーアップしよう。可愛いからいいや。戦闘開始にしてみよう。これどんどん敵さん強くなるのかな。とりあえずやってみましょうか。うん、なるほどなるほど。遠くない、遠くない、遠くない。ちょっと待った、いまいちやり方が分かって、あはは、間違えた間違えた。猫ちゃん出そうとしたのに間違えてしまった。なるほどなるほど。これさ、一気にさ、ラッシュとかできるのかな。とりあえず壁出そっか、壁壁。なるほどね、すごいなこのゲーム、めっちゃ面白いんだけど、とりあえずやり方が分からないので、もし知ってる方いらっしゃったらですね、コメントかツイッターに連絡いただけると助かります。なるほどなるほど。これがあれだね、防御の役割をしてんだね、この子が。防御しつつ後ろで攻撃しろ的なね。じゃあ、いや、防御2体出しといて、で次お金アップさせて、でその後に猫ちゃんいっぱい出してみよっか。いや、ビーム打とう、ビームビーム、今回ビーム打ってみよう。あ、これ敵さん倒すとお金入ってくるの。あ、なるほどなるほど。ほう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 、なるほどね。あ、でも押しちゃってるな普通に。なんか押せ押せだな。いいや、じゃあ出しまくるか。えい、とりあえずそのなんかね、いろんなキャラがいるらしくて、あとガチャをやって強いキャラクターを手に入れるよみたいな、そのね、ガチャのやり方がまだなんか出てないんですよ僕。ガチャはこっからみたいな、それがないんで、ちょっとね、ガチャできるまで耐えしのごうかなって思ってます。もしやってる方いらっしゃればぜひ教えてください。よし、この人出して、え、これさ、楽勝じゃない？全然楽勝だよこれ。え、ビームビーム無駄打ちする？俺強いのかな。よくわからぬが、
とりあえず今日はですね、まあお試しでやってみたいなと思ったので、まあのんびりとですね、これからもやっていけたらなと思っております。わあ、一人やられちゃった壁が。まあぼちぼち雑談しながらやっていきたいんですけど、皆さんは猫好きですか？僕はですね、まあさっきも言った通り勝っちゃったよ。猫好きか嫌いか聞く前に勝っちゃった。お、新しいキャラクターが出現。はあ、なるほどなるほど、なんかできるぞ。バトル猫、戦闘向きのキャラクターなんだ。はあ、はあはあ、なるほど。赤い敵にめちゃめちゃ強いですよって。はあはあはあ、おお悪そう、やめてよね、まったく。これ働き猫っていうところは継続的にやるっていうか上がる部分であれば早めに上げといた方が良さそうですよね。ここはなんか先行投資した方が良さそうな気がします。メニュー、お宝リスト、なんかもらったよな。サッカーじゃない、さっきなんかもらったけど、まあいっか。熊本行ってこよーっと。どうもこんにちは、 MG です。とりあえずビームを打ってみよう。ビームをね、だからお金を貯めといて、とりあえずそこからですよね。お金貯めるだけ貯めといて、いやこれまだ無理だな。壁の子出そう。壁の子出して、このさ、めっぽう強いよって言ってるなんかヤンキー猫バトル猫か、バトル猫、パッと見ヤンキーなんですけどめちゃめちゃ可愛いんで、この子をね、出してどれだけ無双できるかもね、ちょっと試してみようかな。200ってことはここまであれか、財布のキャパを広げないと出せないってことは結構強そうな予感がするぞ。なんかちょっと期待しちゃっていいのかな。とりあえずこの子たちで保っといて、次バトル猫出しましょう。バトル猫まだかな、バトル猫出せるの。お、いいねいいねいいね、ちょっと押されていいよ、ちょっと押されていいよ、ちょっと押されて、でもってあの子が入ったら、よし、おおついよついよ、一撃じゃん、一撃全然余裕じゃない。あ、かわいい、なにこれ、かわいいんだけど。あ、ちょバトル猫、次壁出そっか、壁、なんか敵さん強いから。あ、なるほどね、こうやって配置される場所に前後があるからあれなのか、ちょっと壁の猫が前に行って、でその後にガブガブの猫とこのバトル猫っていうのが後ろに控える形なのね。なるほどね、そうなるとこの壁猫って一生使うよねってなると一生使うよね、多分この壁の猫って。めっちゃ面白いなこのゲーム。は、発射できるって、まだ1回打たなくて。あ、殴り始めた。なんか現在はここまで余裕があっても、多分後半難しくなるにつれてそこまで余裕ってなくなってくると思うんで、今のうちにね、喋れるだけ喋っときましょう。後半多分無理になるから。おお、勝てる、はははははは、面白い。はっ、いや粗悪なね馬刺しはいらないんだけど、なんかお腹痛くなりそうじゃんそれ、絶対いらないわそれ。いや、いらな、いらな粗悪な馬刺しとか。じゃあ宮崎行きましょう。自撮りもらえんのかな自撮りがもらえんの。え、近くない、近くない、なるほど、この変なおっさんアウトだろこれ。これありなのか、セーフなのか、これは、これはセーフなの、みんな、僕的にはセーフかななるほどね。とりあえずじゃあ日本を一周するっていうか、日本統一を目指そっか。ってことは城と城の距離が近いってことはさ、ビームが刺さるってことか。なるほどね、そういう風に立地条件も加味しつつやらなきゃいけないのか。じゃあこの2体でとりあえず押すだけ押してお金を増やしましょう。でバトル猫を出せるようにしたら、壁を2体3体出してからバトル猫出しましょうか。へえ、かわいいバーサス犬なんだ。へえ、めっちゃかわいいわこれは。お、なるほどね、いや撃とう、撃ってバトル猫出そう。バトル猫、いけ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 。でこっからは相手無限脇なのかな、有限なのかな。強いなこの人、いっぱいいる人たち、いっぱい人一万がいると強いから。おお、やっぱ強いなバトル猫。なんか今のところすごく頼れてるけど、実際どうなんだろう。
まあちょっとね、強い猫とかいたらぜひ教えてください。はぁ、出して、壁は出してあるから大丈夫でしょう。もう一体出そうか、壁、心配だから。あ、強い、押せ押せだな、この子。なるほどなるほど、心配だから壁もう一体出して、いや、これバトル猫まで待とう。出てないもんね、こいつ一体やられたら終わりだもんね。よし、出そう出そう。あ、またビーム来た。いや、取っとこう、怖いから。とりあえずもう1ステージくらいやりますか。とりあえずもう1ステージくらいやろう、せっかくだから。めちゃめちゃ面白いから。あ、これ押せ押せで勝てるじゃん、全然。いや、余裕だな。日本一周、日本統一は頑張ればいけそうですね。あ、ちょっと押され気味だな、この人たちに。なるほどね。いや、これ怖いな。お金増やそう。いけるか。あ、いった。押し切れるんだ、こうやって。なんか今のところもう一回手前から立て直さなきゃゲーかと思ってたわ。パワーアップしてみよう。迷うな。じゃあタンク猫タン可愛いからパワーアップして、じゃあ君もパワーアップしちゃおう。バトル猫はいっかな。なんか割と現状でも活躍してくれてるんでいいでしょう。は、おいた。なるほど、行ってこよう。さっきのところな、自撮りもらえなかったのショックだな。次もらえるかね。遠くね、遠くね。なるほどね。ここはお金一回アップしてから、一回壁出しましょうか。壁出して耐えしのいだところを一気にまた押し返す形にしましょうかね。はあ、なるほどなるほど。じゃあこいつとガブガブ猫ちゃん一体いて、いいかな。もう一体猫ちゃん出して、こっからこの何、お金をアップしてバトル猫をラッシュさせようかな。いや、敵多いな。3体出しとこう。あー、でもここで敵の脇が止まったから、うん、お金だな。ここはもう1段階ぐらい早めにパワーアップさせておくのも手ですね。行きましょうか。で、この人たちが来たんで、これは手前に引き込んでビームでも悪くはなさそうな気がするな。もう1体ずつ出しとこうか。ちょっとね、人のこの人人くんが怖いんで、人人くんが、あの女壁がやられちゃって、あー、でも火力高そうだな、あの人、人いっぱいいるやつで。次お財布パワーアップしよっかな。これ割と押せ押せでいけますね。なんかいけないこともないな。うん、バトル猫出しましょうか。ここはで次壁出しましょう。壁がね、やっぱね、いい、すごくね、生きてる。多分これ後半まで大事になってくる猫ちゃんなのかなって僕思いました。めっちゃ可愛い。なんで相手ヘビなのかな。めっちゃ可愛いな。お、なるほどなるほど。もう一体ぐらいバトル猫出そっか、せっかくだから。300までキャパがあるから、割とオーバーしても大丈夫だな。いや、壁こんだけいれば大丈夫っしょ。あとは猫とバトル猫量産すれば勝てそうですね。いや、これ何気なくなんかイケイケで勝てますね、意外と。あ、これ勝ったでしょ、これ勝ったでしょ。あー、すごい、壁猫が強い。なるほどなるほど。お、いけるかいけるかいけるか。おー、はっ、お腹壊すだろう。はっ、新しいキャラクターが出現した。共有の動画、はへ。なるほど、なんかいろいろあるんだな。キモ猫。かわいい。じゃあ、ということでですね、今日はここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひですね、皆様、にゃんこ大戦争なんかね、知ってることなんかあったら、コメントまたはね、なんかツイッターなんかで絡んでもらえると嬉しく思います。じゃあ、今日の動画良かったって方は、グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。じゃあ、以上、ゆめでした。また明日お会いしましょう。バイバーイ。